皇后杯、昨年ベスト8で涙を飲んだアカデミー福島、1回戦は熊本と対戦です。リトルなでしこのキープレーヤー北川光は左サイドバックで先発出場。しかしチャンスとあらば前線で相手ディフェンスラインの裏に抜け出し、積極的にゴールを狙います。試合は福島が2点リードの前半40分、三宅のロングパスに抜け出したのは元リトルなでしこの増谷。右膝前十字靭帯断裂から復帰した増谷のゴールで福島が前半3点のリードで折り返します。そして後半26分でした。門井のループパスに抜け出したのは北川光、ゴール右隅に決めて5対0、大量6ゴールで熊本を圧倒した福島、1回戦突破です。やっぱりサイドバックをやったりサイドハーフをやったりしている中で、まだまだ運動量っていうところでは課題があったなとは思います。やっぱり体力があればサイドハーフにたくさん関われるし、まあ、攻められていても切り替えて守備に行けるんですけど、やっぱりそこを少しサボってしまう部分があったりして、ちょっと危険なところもあったので、そこは改善しなきゃいけないなと思います。やっぱりもう一度アルビと対戦したいという気持ちはすごいあるので、高槻には、まあ、ユイさんとかすごい選手もいるんですけど、そこを倒して次のアルビ戦に臨みたいと思います。